主よ、イザヤ58章12節の御言葉で国々を祝福し祈ります。あなたのうちのあるものは昔の廃墟を建て直し、あなたは古代の礎を築き直し、破れを作ろうもの、死骸を住めるように回復するものと呼ばれようと書いてあります。はい、主よ、私は今が古代の廃墟を建て直し、あなたが住まわれる場所を準備する時だと宣言します。私たちはあなたの住まわれる場所を建設し、修復し、そして準備する家族であることを宣言します。それは私たちの終末におけるメシ、デスティニーです。新型コロナにもこれを止めることはできません。敵はこのウイルスによって教会をバラバラに散らそうとしましたが、それはかえってファミリー的な小さな教会がたくさん誕生することを引き起こしています。神様、ありがとうございます。初期の教会が体験したような素晴らしいリバイバルが起こることを祈ります。アーメン。